ジャン・マルセル・ティロールは、フランスの経済学者。産業組織論、ゲーム理論、銀行とファイナンス、行動経済学、心理学、契約理論、マクロ経済学についての研究を行っている。また、フランス国立社会科学高等研究院の教授、及びジャン・ジャック・ラフォーン財団の代表でもある。2014年10月、ノーベル経済学賞を受賞した。トロワ出身。 ナンシーにあるリセアンリッポアンカレのグランゼコール準備級からエコールポリテクニーク入学。さらに国立土木学校を経て1978年パリドフィーヌ大学数学専攻を第3科ほど修了。1981年にマサチューセッツ工科大学で PhD を所得。同年セルジー・ポントワーズ大学研究員となる。 1984年より1991年まで MIT 経済学部教授1995年より現在までフランス国立社会科学高等研究院教授1998年に国際計量経済学会会長1999年から2006年はフランス首相官邸で経済分析官の任に当たる傍ら2001年には ヨーロッパ経済学会会長及び MIT 客員教授を務めた。ティロールは1970年代まではあまり分析されていなかった M&A などにおける企業の意思決定というテーマに関してゲーム理論や情報経済学などの視点を取り入れた新しいフレームワークを提示した。1988年に表した産業組織論はこの分野の古典とも言える著作となり、 ティロールの愛用と呼ばれた。また彼は市場における独占や河川に対して国はどのように規制を行い消費者の利益を守るかという課題を緻密な数学モデルを中核に据えて分析し、その理論は主に欧州各国の金融、通信分野などで規制政策や競争政策に大きな影響を与えてきた。 ティロールのこの規制の経済学は高く評価され、彼は2014年に市場の力や規制についての分析という理由でノーベル経済学賞を単独受賞した。アカデミーはティロールが市場への規制は慎重に適用される必要があるということを示したと評した。経済学者のヨダコーテンは受賞に対して誰も依存のない文句なしのものと述べた。ありがとうございます。